リゾートマンションは、別荘用途に、地方郊外に建てられた、区分所有型のマンションを指す。リゾマンと略されることもある。間取りは、短期滞在に適した、ワンルームマンションタイプやワン LDK が多いが、定住用途を兼ねた物件ではファミリー向けマンションと、同じく 2LDK 以上としたものもある。 リゾート会員権とは異なり、建物の所有権や敷地利用権を区分所有者へ引き渡すことで、デベロッパーの手から離れるため、スキー場など、リゾート施設が閉鎖された場合でもマンションは、独立して存続する。分譲マンションであるため、区分所有者は、専有部分の光熱費、固定資産税と、マンション管理費、修繕積流金を払い続ける必要がある。 そのため年に数日程度しか滞在しない場合は、近隣のホテルなどで宿泊した場合と比べて、年間の支出が大きくかさむ上、清掃や食事は居住者自身が手配しなくてはならない。中古物件売買については、通常の分譲マンションと同様、宅地建物取引業者と不動産流通機構を介して物件情報が流通される。そのため、 リゾート物件専門業者に限らず、市中の仲介業者経由で売買することも可能である。高度経済成長を背景に、1960年前後に、熱海、伊東、箱根といった、保養地の高台に、消防を重視し温泉が、配慮された、大浴場、プールフロントサービスといった、リゾートホテルの設備を備えたマンションとして建てられ、始めたのが発端である。 1975年には、新潟県湯沢町の苗場スキー場近くにレストランを備えたマンション苗場が建設され、湯沢町のリゾートマンションの草分けとなった。1970年代後半になると、大京や大ヤ建設などのマンションデベロッパーも、リゾートマンションに参入し、日本各地の秘書地、景勝地や温泉街、ビーチ沿いに建設され始めた。 1980年代後半に入るとバブル景気下のレジャーブームを背景にリゾートマンションの建設が急増した。特に古くからスキー場が集積する湯沢町周辺ではリゾートマンションの建設ラッシュが起き最終的に湯沢町には約1万5000個分のリゾートマンションが建設されたという。1987年には映画 私をスキーに連れてってが、大ヒット。1990年12月には、ガーラ、湯沢スキー場とガーラ、湯沢駅が開業し、スキーブームと共に、全国のスキー場周辺には、リゾートマンションが乱立するようになった。アルファリゾートトマム、アンヒ高原スキー場、妙高パインバレーなど、スキー場にリゾートマンション、リゾートホテル、ゴルフ場と、 セットで一大開発されるリゾート地も出現した。トマムなどごく一部では、リゾートホテルの客室を、リゾートマンションとして販売し、所有者が居住しない期間は、リゾートホテルの客室として貸し出すことで、診療収入が得られる仕組みを導入した物件も存在する。バブル崩壊後は、デベロッパーの事業縮小や倒産により、リゾートマンションの開発は、ほとんどどなくなった。 開発業者の倒産で建設中断されたり、ブーム終焉後に利用者が激減し管理放棄されたリゾートマンションが放置されて廃墟化するケースも続発した。バブル崩壊後に物件の価格は大きく下落したが、これを逆手に取り、段階の世代の定年退職とマンションブームが重なった2000年代後半には地方移住を前提とした物件が、 宝霊弁などにより分譲されたこともある。また、リゾートマンション銀座の代名詞となった湯沢町では、町長の田村正幸は2019年に、新潟県外からの移住者のみならず、除雪の必要がないことから町民が移住するケースも増加し、湯沢町の人口8200人中、約1300人が、リゾートマンションに定住していると、富士テレビのインタビューで述べた。 一例として、関東地方の郊外では、以下の場所に立地している。リゾート開発全般同様の乱開発、前述した、廃墟化などのほか、マンションとしての居住面においても設備、管理上の様々な問題が生じた。ありがとうございます。